はい、皆さんどうもこんにちは。表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。本日はですね、この度、刊行いたしました、こちらの表現者クライテリオン最新刊のご紹介をしたいと思います。表現者クライテリオン3月号、2月16日発売。で、特集が2つ。メイン特集が硬質論です。これ私ども危機と対峙する保守思想史ということで、保守についてのいろんな議論を、この4年間、クライテリオンになってから4年間ずっと議論を積み重ねてきたんですけども、満を持して今回は硬質についての お話ということになります。で、やはり今回、硬質論を取り上げたのはですね、直接の契機はですね、去年の12月にですね、政府の有識者会議、安定的な皇位継承にのあり方についての有識者会議があったわけでありますけれども、まあ、その中で提案が出されたというぐらいですね、今、我々日本国民の中でもですね、皇室のあり方についての議論がなされてきているということですね。我々やっぱりその保守の議論、コンサーバティブと呼ばれますけど、保守思想史の中でもやはりその皇室についてしっかりと論じていくことが必要であろうということで今回企画したものになっています。で、サブタイトルがですね、俗学なるものへの最後のアンチということになっています。これ俗学に対峙するものというと、これは一言で言って聖、聖になりますよね。セイントという意味ですけれども、この日本というのは、まあ、聖俗合わせ持ってですね、存在していくものなんですけども、この聖と俗のバランスというものが失調するとですね、もう止めどなく凋落していって、畜生の国に堕落していくということは、もうこれはもう論ずるまでもないところでありますけども、もう今やその戦後日本というのはどんどんそういう意味で俗悪化していってると、畜生化していってると、地獄に落ちつつあるというところがあると言わざるを得ないと思いますが、まあ、そんな中でも皇室という存在はですね、最後の残された聖として、この近代化というものに対する最後の抵抗の砦になっているというふうな思いが込められています。この言葉は我々が作った言葉ではなくて、三島由紀夫が晩年、天皇陛下について、あるいは皇室について語るときに、こういった発言を何度も繰り返していたものであります。まあ、そういう思いで、ご皇室というものの安定的な皇位継承、その議論というものが、日本における最後の聖の保存に、秘書に、保守に、なっているという趣旨で、今回の雑誌が編纂されているということをご理解いただきたいと思います。で、皆さんもご案内の通りですね、皇室の皇位継承の議論、これ実は、皇室をめぐる議論というのは皇位継承の議論だけではなくて、皇室というものは、皇室の伝統というものはですね、二つに分けることができます。皇室の伝統という、天皇の伝統というものは、血統と呼ばれるものと、血統以外のものもあります。で、日本のこの2000年以上のですね、皇統、皇室の歴史、伝統の中ではですね、この血統と、この血統以外の伝統というものをしっかりどちらも保存しながら、伝承していくということが続けられてきた、奇跡的な伝統と言っていいと思います。ところが残念ながらですね、昨今この戦後日本の中で、血統の方は、この側室制度の解体、それから GHQ による、実質的な GHQ による旧宮家、の方々のもう一般国民化というものがあってですね、皇族というのが非常に少なくなって、血統の方も難しくなってくると同時にですね、かつては天皇陛下、それから天皇家、それから皇族、それから貴族、で、それを守る武士という多重構造で、天皇陛下の、品位と言って、その皇室典範に書かれている品位という言葉があるわけでありますけれども、この品位という言葉にふさわしい、伝統がですね、脈々と続けられてきたわけであります。そういう多層的なものに守られながら、それがですね、武士が亡くなり、貴族が亡くなり、GHQ により、皇族の方も少なくなり、もう各家族化、皇族もですね、各家族が住んでしまい、どんどん天皇陛下が孤独になってきつつあると、これ福田常有が言ってた言葉でありますけども、なりつつあると。そういう中で、この血統以外の伝統というものも、
危機に瀕していると、この2つの危機を論じなければならないというのが、まあ、公式論なんですけれども、この決闘に関してはですね、主に断経論というものと、それから直経論という議論があります。断経論というのは今まで日本の皇族がずっと守ってきたものであり、直経というのは例えばイギリスの王室なんかが採用しているものなんですけども、今この皇族安定的な皇位の継承というものにあたって、まあ、この2つの議論が先ほど申し上げた有識者会議でも紹介されています。その中の代表的な論者であられる男系論者であられる桃地先生にもご執筆いただいて、非常に説得力のある最終的には10人の旧宮家の方が20代以下でおられるんだから、そういった方々をしっかりと皇室にお戻りいただくのが大事なのではないかという提案をされているか、それから高森先生、これも皇室の先生であられて、代表的な直系論者であってですね、直系で引き継いでいくということが伝統の観点から言っても決して、非伝統的な革新的なものではないというような論を展開されながらですね、その直系論というのをご紹介されています。それから、比較的と言いましょうか、女系論も主張されてた女系4人論でもありますけども、男系を保存するということも重視すべきだとも考えの上で、女系も容認すべきだともおっしゃっている、所先生、それから男系論が絶対必要なんだということをまず宣言された上でご議論いただいた瀬先生、まあ、こういったそれぞれ男系の方々、それから直系の方々、そういった論者の方々のお話をまずは聞こうと、そしてタブー視することなくですね、しっかり論じていくことがですね、先ほど申し上げた血統も、それから伝統、血統以外の伝統もですね、しっかりと守っていく上で大事ではないかと、まあ、そういう趣旨で皇室論を論じておりますので、ここだけではなかなか全部紹介できないところでありますけども、ぜひぜひぜひご一読いただいてですね、どうすればお守りできるのかということをしっかりと誠実に虚心坦懐ご検討お考えいただければありがたいなと、まあ、そんな思いで編集したものでございます。もう一つの第二特集でありますけども、愛国としての反日ということで、これは皇室論とも当然関係してくるわけでありますけれども、こちらの方はですね、軍というものを、日本軍あるいは自衛隊というものをしっかりと考えた場合にはですね、今軍というものが非常に中ぶらりんな状況にあって、国を守ろうという愛国の心があればあるほど、この日本が自分の国を守れない不甲斐ないところがあるということが見えてくる。したがってそういうところを変えていくことが必要じゃないかという徹底批判の姿勢が必要に、今の日本のこの政治のあり方そのものに反対していく必要が出てくる。そういう意味で愛国であるからこそ反対していくべきものが我が国になるという意味で、愛国としての、まあ、反日という態度が今必要なのではないかという特集をしております。これはですね、この表現者クライテリオンの執筆者のお一人でもある初代の表現者賞をお取りになった小畑さんですね、今なんてお見せするんですかね、あれは早、はい、ですね、小畑早ですね、小畑早さん、磯部聖戦というペンネームで書かれた小畑早さんですけれども、がこの同名図書を出版されたことの記念にもなってございます。でこの特集ではですね、この本のご本の内容について私からも解説差し上げたり、前田明さんと、それから小畑早さんと、私とで、ね、まあ、愛国がゆえの反日とは一体何なのかということの提談を、昔の戦争の話なんかも交えながらお話をしていたり、それから菅野先生、これは小畑さんの東大時代の師匠に当たられる方でありますけれども、日本にはいかに批判せねばならぬところがあるのかということがかつてからあったんだということを非常に説得力ある格好でご執筆いただいています。ぜひこちらの愛国都市の反日、その皇室をお守りできないような日本こそ反対せねばならないじゃないかと、ちゃんと守れるような日本になってもらう、そのためにも今のこの状況というものを改善していくことが必要だ。そういう意味での愛国都市の反日の態度がこの皇室論に関しても、そして防衛に関しても、様々なところで必要ではないかということもお考えいただければと思います。で、最後にですね、今回、表現者賞というものを、我が雑誌では毎年1回、報告を、賞与しておりますけれども、この小畑さんに引き続いて、お二人目の表現者賞
ということで、昨年一昨年と奨励賞を授与したわけでありますけども、今回は表現者賞そのものを授与するというお二人目の表現者賞受賞者としての岩尾俊平さん、文学的経学序説ということで、経学を文学の視点から語るという非常に新しい切り口の批評を書いてくださっておりまして、この論考がですね、高く評価されまして表現者賞となりました。ぜひ、新しい書き手の出現という側面も含めてですね、こちらをお読みいただけるとありがたいなと思ってございます。盛りだくさんで表現者クライテリオン3月号、2月16日発売でございます。公室論を中心としてですね、ぜひ一人でも多くの国民の方にお読みいただきたいと思ってございます。どうぞよろしくお願いいたします。